干したままやったすごい見てよてよバスタオルの色バレたよやめてよ恥ずかしいわはいいきなりですが質問です皆さんの好きな色は何ですか でもやっぱりそこはせーの桃色はいありがとうございます奈良県代表の大西桃香です。食べるよ。お腹空いてない。全然お腹は空いてないけど。食べる。おーもち。もちもち雪みたい。いただきます。今日は甘いのが食べたい気分なんです。いただきます。うんうんも、久しぶりに食べた雪見大福うまっ。今日はこれを食べるために頑張った。ああ、四角花瓶細かい。冷たい。うまっ。でチョコ味って珍しいよね。うん。雪見大福ってさ、お餅の部分ももちろん美味しいけど、中が美味しいよね。うん、そうなの、中身のアイスが美味しいねんな。うん、お餅の部分はね、矯正器具引っかかるからさ、ちょっと中だけ食べたい。雪見大福の季節で今日マジ寒かった外。マ
ジ寒かった。今日えぐくなかった？雨も最初降ってたし、マジ寒かった。今回は朝起きてさ、寒そうやなと思って長袖着てったのよ。これそれでも寒かったもん。上着いるわ、長袖プラス。あ、もう餅の部分だけ取れたもん。マジで上着いる。寒かったけど、めっちゃ急で奈良県やってるけど、マジ？行って急とか見るの久しぶりな気すんねんけど。奈良や。どこ？これ。どこ？五章？五世？あ、五世、五世って知ってるぞ。五世ってどの辺や？音うるさかったね。お祭りやんねんや。なんか今も見たことある気する。でも一瞬しか映ってないから分からんけどさ、なんかさ、こういうなんて言ったらいいのこうやってさっき持ってあってんけど、なんかおばあちゃんちのね近くでやってたお祭りもね、あれが通るんですよ。家のおみこし、いやおみこしじゃないねんけど、これそう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 、これそう、こういうやつ、こういうやつがね、家の俺がおばあちゃん家の家の前で見て、でそれについていくの。そう、なんとかひー、なんかそう、みんなでついていくの。そう、みんなでついていくの。
ごめん、普通に見ちゃってるね、ごめんね。なんか久しぶりに行ってきて見るからさ、もう普通に見てもうてるわ。そう、誰今イッテ Q やってるよとか言ったん見ちゃうやん見ちゃうやん、しっかりごめん、なんかもう食べるわそう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 、あ、もう一個溶けてきてるわ。うん、うん、すごっ、みんな見ていってきゅう。奈良県の時はなんか異常に視聴率伸びんなとかなったらまた奈良県やってくれるかもしれないです。あの、つけといて、いってきゅう。まあ、おうちにいる人はいってきゅうつけて。視聴率稼いどこ奈良県の時やたらと視聴率取れんなってなったら最高やん。うわ、すごっ、うわー、すごっ、ごめん、めっちゃうるさい声出た。あんな絶対重たいの回してあるわ、すごっ。つけた？ナイス。すごいね。うん、また皮だけ取れた。溶けちゃった。もう汚いね。うん、皮食べたからあとは中身だけ。ラスト一口いただきます。冷た、ごちそうさまでした。美味しゅうございました。
会長が喋ってます今。すごい9月のカレンダーやっていってきるのこれ奈良のやつ変わんな9月やってしかも誕生日やもんね誕生日の月奈良ややった変わんな買ってみんな買って奈良のためになんかカレンダーに奈良のやつ入れたらなんかやたらとカレンダーの売り上げ高くなったなあか売り上げ増えたなってなるからいや奈良これ結構需要あんなってならん時だけやったらと さすが観光大使来週は県民賞も奈良やる予定奈良人気上げていこう県民賞もあれ奈良県やる時だけやたらと視聴率高いなってしようよそうなんか奈良来てんじゃない最近みたいな奈良特集すればなんか視聴率取れんねんけどならブーム巻き起こしていこうよ。さっき珍百景にも奈良県出てたよねって。はっ、俺奈良じゃん。奈良ブームやん。これ来てるね奈良ブームが。来てるね。9時だ。9時やで。9時は体温計を測る時間。決めてるんやって決められてんねん。あ、さくやんないと仕事できなくなっちゃう。やんないといけないです。風呂沸かしたって。まだ昨日お風呂沸かして久しぶりに
ここ最近さ、ずっと床で寝落ちしてたのにし、そうで次の日パッと起きて、わお風呂入らなって言ってお風呂入って、はい、稽古行くって感じの日常やったので、昨日は早く終わったから、そう洗濯して掃除してとか言いしてて、でお風呂もちゃんと沸かして入る時に、なんかもらいもんのバスミルクのなんかやつがあったの、液体みたいなやつ、それ昨日入れたらさめっちゃ気持ちよくてさ、お風呂、そうバスミルクってめっちゃいいと思った、疲れ取れんじゃんよかって。でもね、なんかもう無理、なんか無理だったのよ、なんかここ数日なんか無理すぎて、そうもうなんかいつの間にか寝てるのよ床で。で大体さ今までとかやったら3時とかに起きててんけども、最近は朝まで寝ちゃってたから、そうでも昨日でねだいぶ回復した、夕方ぐらいから時間だいぶあっただけやったけど、それだけでもなんかねすっきりした。今日もねわりかしいろいろやったけど、まだ早く帰ってこれた方だからよかった。あっ36.4 あ違う、これ携帯使ってるからあれできへんや。平熱、いつも携帯で報告してるんです。 36.4 ね、 OK。 明日から手されて、ウェーイ、ナイスナイス、テストやって、なんか今思うとさすごいよね学生って。だって月曜から金曜日までさ、1時間目から6時間目までさずーっと勉強してんねんで、すごない？すごない？学生ってすごいよね。今やれって言われたら無理やもん、6時間も勉強なんかでき、無理だ。頑張れよ学生の皆様、頑張って、テスト応援してくださいって。みんなテストな？何テスト今？何のテスト？何期間中？10月中間テスト、もしかして中間テストってやつ？そうちゃん今の時期って中間テストじゃん、懐かしい。中間とか期末とかあったね。中間はあれか、まだ少ないのか、科目が5科目ぐらいやったよね多分。期末が多かったんやな、なんか懐かしい。あったねテスト、頑張れ頑張れ、いやでもさ思うのがさ、おにし今24になって24の人間やねんけどさ、
まあ、勉強さ別にさせんでもさ生きていけるけどさ、でもね大人になってね、大人になってかっこいいのって勉強できる人の方がかっこいい気がするのよ。大西はね、大西がね、大西はバカだから頭パッパラパーやからさ、勉強できる人を見たらめっちゃかっこいいと思うの。そう、え、そんなこと知ってんのみたいな。そうだから、そう、頑張れ、勉強できる人ってかっこいい。大西はすごく思う。自分ももっと勉強しとけばよかったなと思うねんけどさ、かっこいいからさ勉強できるって。学生の時はさ別にさ、なんかその因数分解とかさ、なんかさ、なんか証明とかさ、こんなん社会人になって使わへんやんって言ってたの。でもね、庶民使わへんけど庶民使わへんけど、できたらめっちゃかっこいいね。せやね、せやね、それから頑張って、頑張ってるみんなはかっこいいよ。うん、ねえ、なんかさ、その時ってさ別にさ嫌やわとか思うよね。勉強にしてもらって嫌だったもん。どう勉強からこう逃げて生きていてやろうかなっていうとりあえず課題だけ提出して、課題するのに必死やったからねえ。頑張れ。仕事の人にも一言ください。仕事ね、大変よね。一緒一緒もう一緒や、ここは一緒や。頑張れよ頑張れよ。めっちゃ雑。そうね、もう西も欲しいもん、その一言いやでも、いやお仕事してる方もさ、なんだろうね、頑張ってるよね、うちら十分うちら毎日頑張ってるよね、なんかさ頑張ってるよな、なんか私たち毎日生きてさ、生きてるだけでも偉いのにさ、毎日働いてるってびっくりするほど偉くない？すごいよな、なんか自分のこと天才やと思う。だからみんなも天才やねんで、そう、人間ってね、生まれてきた時点でもう天才なんです、天才なんですよ。もう、こう数あるこう遺伝子の中からこう勝ち残ったこいつが生まれてきたわけだから、もうその時点で天才なんですよ。そう、そう、すごいよね、頑張ってるよね、うちら。そう、大西はね、なんだろうね、荒れちゃう、なんか
その人がさ、なんで頑張れって言ってほしいのかにもよるよね。なんかこの言葉って、うん、なんかこうさ、こう頑張っても意味ないんじゃないかって思ってる人にさ伝える言葉なのかさ、それともただこう仕事に疲れて何やってんねやろ自分って思ってる人に伝える言葉なのかさ、それにもよるからさ、一概にさこう仕事頑張れなんてさ言えへんけどさね。うん、まあそうだよ、難しいよね言葉ってね。でも最近自分の中でめちゃめちゃほんまに思うのはね、心に余裕を持つことやなってマジで思う、この人生において。余裕がなかったらもうただただ沈んでって、ただただ病んでもうあーってなるだけやから。でも自分にちょっと余裕ができたらだいぶね楽になるんですよね、人生生きるのが。そう、でもさ時間がさない時もあるじゃん。時間がなかったらさもうなんかさ勝手にもうさ時間もないし余裕もないし自分の時間もないしわーってなってったらもうあれやけど、一回はっってやって、なんか鬼が最近やるのが何も考えないって、何も考えへんってさ意外と難しくない？なんか鬼はすごい自分でなんかあれやらなこれやらなみたいなって思ってるだけで、なんかこう追い詰められていくのよ鬼は。そう、なんかまずあれもやってこれもやって、あその次これもやらなあかん、あこれもあこれもあどうしよういっぱいやらなあかんことあるあって、だからこう電車の起きてからこう歯磨いてる時もご飯食べてる時もこう移動中も電車乗ってる時もこう仕事としてこう集中しやなあかん時以外ずっと何かしら考えてたのね。そうで、そう考えてるだけでもああもう自分あもう無理あ余裕ないあーってなっていくから、それをやめたらだいぶ楽になったから。人間ってさ無意識にさ考えるやん、一回それをパッてやめてみたらちょっと余裕ができた。そうやからね、ね、鬼氏と一緒の方もいらっしゃる気がするから、一回こう何も考えへんかったら何もそう考えずにやってみたらねちょっとね楽になるよ。うん、真面目な性格ゆえに準備が大変。なんかさここ最近のさ舞台、それこそ8月か9月か三国無双で、この間やった悪の娘で、今やってる串木のスプリント、3つの現場で、もし別にねそういうなんだろうそういう感じの態度を取ってたわけじゃなかったんけど、この今3つの現場全部で結構何人かに
真面目っていうのをすごい言われたの。でも真面目にやってるつもりはないって言ったらおかしいけどいや真面目やねん、普通に自分でこう自分のやることはやってんねんけど、だからといってなんかこう真面目真面目してたわけではなかったのよ全然。むしろウェイって感じで行きたかったからウェイみたいな感じで、おかしいけど、そうこんな真面目真面目してるつもりはなかったの。でも3つの現場でこんないっぱい言われることあるんやっていうぐらい言われたの、この 2,3 ヶ月間ぐらい。どういうタイミングで言われるの？なんか普通にこう、ももちゃんは真面目だからみたいな、その演技の話してて、ここ真面目にやんなくて、まあ真面目にやんなくていいっていう言い方もおかしいけど、そこ真面目にやりすぎなくていいよとか、まあこの文章だからこうやって読むのが正解だけど、でもみたいなとか、なんかそのこの間の悪の娘の時に、なんか千秋楽終わった後こういうのがあったのよ。大入り袋、恋あれ なんか五円玉入ってるやつがあるのね。でそう舞台、私それ久しぶりにやってんけど、内舞台もあんねんけどね、悪の娘の時にその封筒に五円玉が入ってて、それをこうやって渡していくやつがあったので、その時にあの最後にキャストから一人一人こう一言ずつみたいな感じの時で、それ終わって、でその五円玉ってこうバーって振って出して、それをこうご縁がありますようにって言って、こうキャスト同士の方とかあのスタッフさんとか含め、こうご縁玉交換しまくるのよ。そうっていうこの儀式をやってた時に、なんかあれ誰やったかな、ヨーク役の方、あのねが、あのヨーク・ミナージュっていうね、この2人のペアがいたんですけど、そのヨークっていう役をやってた方が、おんしの2個下だったかな、22歳って言ってた時にするんだけど、その男の子で、あのみたいな、なんかすごいこれだけ言っときたかったことがあってみたいな。で今回の現場って、今回というかその悪の娘の時って、こうなんやろ、それこそお稽古もすごいスピーディーに進んでったりとか、一人一人こうお芝居に向き合ってる姿とか、なんだろう、こう自分の中でも持ってる人が多くて、でなんかもちろん初舞台の方とかも多かったんですけど、でもこう舞台にパッて出たらもうパンみたいな、なんかもうはいできるっていう人がすごい多かった印象やったの、大西は。そうっていう、なんかこう舞台に出たらすぐこうパッてできる人も多かったんですけど、多かった気もするんですけど、そのヨーク役の方が、大西さんはすごいこうストイックにやっててみたいな、だからこっちもすごい引き締まりました、ありがとうございましたって言われて、であとアンサンブルの方にも3人ぐらいになんか言われて、そうストイックな方なんだなと思いましたみたいな。そうでもね、自分ではね真面目にやってるつもり、なんかその言い方もおかしいねんけどさ、さっきからなんて言ったらいいか分からんけどさ、難しいよね。真面目じゃないねんけどね、別に。そうでも、あ、テレビ映っちゃう。そうでもだからなんかね、結局何が言いたかったのかっていうとね、こう自分本人、自分的には
こう真面目真面目にやってるさつもりはないけどさ、周りから見たらさめっちゃ真面目ってさ、あ違う、これ どういう話につなげる予定でこの話をしたんやったかな。そうなんだろう、そう自分で真面目って思ってなくてももしかしたら真面目になってるかもしれへんから、あの案外気を抜くのがいいよっていうなんかそんな感じの話をしたかってんけど、なんか途中の話が長すぎて忘れちゃったそんな感じやから、こう一回何も考えずに頭をパーって真っ白にするのも結構自分の中で余裕ができていいよっていうお話そうそうそう、この話がしたかったいやでも嬉しいね、真面目って言われるの。ありがてえわ。だからこそ今度のあれが恐ろしいんですよあのアドリブでやる舞台できるかな、もう西アドリブでできるのかな、マーダーミステリー恐ろしいよ恐ろしいよ。どうなるんやろうね即興劇、もう即興、もうあほんまにアドリブらしいから、いや知らんけどすごいよね、もにし一言も喋れへんかったらどうしよう恐ろしいよ、ねえ、もう何考えるかさ、なんとなく考えていかんのさ、何も多分喋れへん気するし、全部アドリブなんて成立するのってすると思う。だってあのさ前浜がそれこそなんか人狼の舞台出てたのよ、それもねアドリブのはずなんですよ。そう成立はね絶対すんねん。でも大西はやばい、ちょっと頑張ろう。3言ぐらい喋れるようにちょっと頑張らな頑張らな。しかもねそのマーダーミステリー AKB 結構出るしね、そう K さんも出る、そうジョニス K さん、Kさんとねそう仲良くさせてもらってて、この間もそう、あ出るよねって、そう出ますよねって、でも言って違うんですよね寂しいって言って、そう稽古一緒に出れんのやったらいいねみたいなその話してたんですよね。そう今何時、結構もうやばい、あもうそろそろ終わろう、半になったら終わろう。
太陽覚えてるって 36.4 や覚えてるわ。こっちとら数字を覚えるのは結構得意なんや。本業や常日頃立ち位置は番号なんや。0 0.2 1.25 1.75 1.8 1.9 とかもあるからね。せや本業や。1.9 と2はそうどんな違い、なんかねあるのよ。なんかこうなんか2、お腹おへその位置が2が2やねんけど、こう両足がこう広げてるとするな、それよりもちょっと気持ちの問題気持ちの問題や。でもあんのよ 1.9 とか。円周率を覚えてる。 3.141592653589793238 まで覚えてる。では太陽 36.4 や36.4 や。すげえやって、すごいやろ。円周率をちょっと覚えてるだけでもちょっとかっこよく見えるやろじゃあね、やから勉強できたらかっこいいねんで、みんなテスト頑張れいや、ちょっと覚えてるだけでなんか頭良さそうに見えるやろ。そういうことや、かっこいいねんこれが。歴史の年号とか覚えそう。1582年本能寺の変じゃない違うっけ。1582年本能寺の変、本能寺の変ちゃん。1582年本能寺って、織田さんがなんちゃらかんちゃらしばっか出る話。あれすごいよね、覚えれちゃうもんね。よし、そろそろ終わろうか。半夜、ちょうど半夜よし、お風呂入ってこ、お風呂沸かしてこ。ということで、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思うので、ランキングの方を1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよ。1位、ゆまアットマーク、桃色の蝶のゆにさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位がボスブラックアットマーク 36.4 度さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がハギハギさん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がコバアットマーク大西よしさん、ありがとうございます。イエイ。そして、5位がサトチアットマーク大西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして6位がカホアットマークニコニコニコさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位が KITT さん、ありがとうございます。イエイ。そして8位が大輔さん、ありがとうございます。イエイ。そして9位が SL さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がカッキーアットマーク大西軍アットマークカッキーアットマーク大西軍渋パラテーマ、明日22時まで秋を感じる瞬間さん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がゆうりさん、ありがとうございます。イエイ。
そして12位がコーヒレンさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がリエボアットマーク鬼主君さん、ありがとうございました。イエイ、ありがとうございます。渋パラ19日渋谷でパラダイス、略して渋パラ、あのテーマ募集しておるので、あの後でツイッターもちょっと更新しておくので、よかったらぜひたくさんのテーマお待ちしておりますということでですね、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？んでもでもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。奈良県代表の大西桃香でした。今日も見てくださった皆さん本当にありがとうございました。ではおやすみなさい。バイバーイ。ありがとうございました。